はいどうも、ご視聴いただき、ありがとうございます。この動画では、メダカの屋外ビオトープを立ち上げて、メダカと混泳するなら何が最強かという、最強の組み合わせを僕なりに考えてみたので、その生態の紹介と、なんでそれが最強の組み合わせなのかについての説明をしていこうかなと思います。ちなみに、この動画で話す内容というのは、まずはですね、これ市販のメダカ専用の水蓮鉢で、まあ、これぐらいの手軽サイズで気軽に混泳ができる種であるということと、あとは、まあ、メダカと混泳するだけであれば結構種類がいるんですけども、まあ、言ってみればですね、暖かい季節であれば熱帯魚でも混泳できなくはないんですが、やっぱ屋外で管理するとなると日によって気温の変化が激しかったりすることもあると思いますので、まあ、熱帯魚ではなくてメダカと同じく日本に生息している生き物で限定して紹介していきます。また組み合わせというのはメダカともう一種類だけというのではなくて複数の種類での組み合わせっていうことになります。で、それからですね、この動画の内容っていうのは僕個人的な考えを話した内容となりますので、まあ、あくまでも一個人の考えとして捉えていただければ幸いです。ではですね、メダカのビオトープでメダカと混泳最強だと思う生態はこちらですね。南沼エビとヒメタニシ、そしてメダカといった感じで、まあ、手軽に利用できるビオトープ、まあ、水蓮鉢であれば、この3種類を混泳するのが最強の組み合わせかなというのが、まあ、僕の思うところといった感じですね。で、理由に関してはですね、まずメインのメダカですね。まあ、メダカのビオトープなので説明するまでもないとは思いますけども、ビオトープにメダカってよく導入される生き物なんですけども、実はメダカを入れるだけでメリットというのがあって、まずビオトープには水草をいっぱい入れることが多いと思います。いろんな水草を使って本格的なビオトープを作るってこともあるかもしれないし、まあ、本格的じゃなくても何か一つの水草を入れるだけでも見た目が良くなるので、とりあえず少しだけでもいいので入れておくっていう人も多いはずですよね。で、そういったビオトープにメダカを入れておくと、まあ、厳密に言えばメダカに限った話ではないんですけども、まあ、何かしらの生態を入れておけば、まあ、生態からアンモニアなど有毒な物質が発生していくんですけども、水草はこれを栄養素として吸収してくれるんですよね。まあ、つまりですね、生態がいれば水草にとって重要な栄養素が発生するので、水草のあるビオトープでは生態の存在っていうのはかなり重要になるってことなんですよね。まあ、逆に水草は生態にとって有毒な物質を吸収してくれるわけなので、まあ、これお互いにとってメリットがあるってことになります。で、そしてビオトープは管理している間は常に水が溜まった状態になりますよね。そうなると、蚊の良き産卵場所になるんですよ。で、もしですね、メダカがいない状態のビオトープだと、蚊の幼虫であるボウフラが大量に発生することが多々あるんですけども、まあ、ただメダカがビオトープ内にいると、そのメダカがボウフラを食べてくれるので、ボウフラを見かけるってことはまずないんですよね。まあ、そんな感じで、このメダカがいると、小さい虫とか害虫を駆除する役割を果たしてくれるので、まあ、まずメダカは絶対的な存在と言ってもいいですよね。じゃあ次にですね、この南沼エビなんですけども、この南沼エビっていうのはメダカとめちゃくちゃ相性がいいことで有名すぎる生態なんですけども、まあ、やっぱ相性最強の生態からは外せないってことで入れました。で、この南沼エビは体長が最大で3センチくらいの小さなエビで、メダカとほとんど変わらない大きさになりますよね。まあ、なので大きさ的にも混泳しやすい種になるんですけども、この南沼エビを導入することで得られるメリットというのは、まあ、なんといっても、ビオトープ内に発生する細かい苔を除去してくれるっていうところにあると思います。まあ、ビオトープは容器に苔が発生したところで見た目が悪くなるということはないので、まあ、よっぽど苔が発生しない限り苔掃除するっていうことはしないとは思うんですけども、まあ、容器に発生する苔というよりかは、ビオトープって結構浮き草とかを導入することが多いと思うんですけども、まあ、特に小さい容器だと、ビオトープの土定番とも言われる、まあ熱帯魚でいうところのネオンテトラ的な存在の水草である、ホテイアオイを導入する人ってかなり多いと思うんですよ。まあこのホテイアオイに限らず、こういった浮き草って結構根っこがどっさりというかもっさもさで、この根っことか細かな部分に派生する苔を除去できるのって、やっぱエビが最適なんですよね。で、苔だけではなくて、メダカが食べ残した餌を掃除する役目も果たしてくれます。まあ、なので、このことからも、メダカと大きさが同じで、日本にも生息するこの南沼エビっていうのは、数多く存在する混泳ができる種の中でも、特に最適かなといった印象ですね。で、そして次に、このヒメタニシなんですけども、
見た目はこんな感じで、スネールのでかいバージョンといったところですね。で、タニシをビオトープに入れるメリットっていうのは、これはもうですね、水質浄化作用をもたらすという点がめちゃくちゃ大きいんですけども、このヒメタニシには3つの接触方法っていうのがあって、まずはビオトープの容器の壁に発生するような苔をそぎ取って食べるっていうことと、あとは低床に溜まっている沈殿物を食べるっていうのもありますね。まあここまでは南沼エビと同じように苔取り能力があって、そしてメダカの食べ残しも掃除してくれるといった感じなんですけども、ヒメタニシにはもう一つの能力があって、それがろ過接触って言われていて、これはですね、なんか水を吸い込むような部分がついていて、そこから水を取り込んで、それで水中に含まれるようなプランクトンとかをエラでこし取って食べるっていうものなんですけども、このろ過接触のおかげで高い水質浄化作用をもたらしてくれて、それで水をめちゃくちゃクリアに保つことができるというわけなんですよ。まあ、なのでメダカ飼育によく使われるグリーンウォーターも透明にしますので、グリーンウォーターを使う場合は注意が必要です。あとこのヒメタニシは、あのめちゃくちゃ増えるスネールとは違って、スネールって雌雄同体といって、一個体にオスとメスの生殖器があって、まあ、性別の概念がないので、まあ、それでめちゃくちゃ増えるんですけども、しかもゼリー状の卵をいろんなところに産みつけまくる超厄介者として、アクアリウムではめっちゃ嫌われてますよね。でもこのヒメタニシっていうのは性別があるので、スネールのように爆発的に増えることはないんですよ。でまたはですね、卵胎生といって、卵を産むのではなくていきなり貝の状態で出産するんですよね。まあ、要はですね、卵をお腹の中で孵化させてから産むっていう、これ熱帯魚でいうとグッピーと同じ繁殖形態なんですよ。まあ、なのでゼリー状の卵をビオトープ内の至る場所に産みつけて、見た目が悪くなるってこともないし、それから卵胎生という面白い繁殖形態を持つ生態っていうのも飼育していて面白い部分の一つだと思います。まあそんな感じでいろいろと話してきましたけども、僕が思う市販で誰でも簡単にメダカの飼育ができるようなお手頃な水田鉢で作ったビオトープでこのメダカと混泳させるのであれば、南沼エビとヒメタニシ、この組み合わせが最強かなといったお話でした。まあ他にもメダカと混泳できて、まあ混泳に適した生態っていうのはいっぱいいますので、動画の最初の方にも言いましたけども、これはあくまでも僕一個人の考えとしてご参考にしてもらえれば幸いです。でもしですね、動画を見ていただいている方の中でこの生態との組み合わせが最強とかおすすめっていう生態がいましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。ぜひお気軽にコメントしてください。はい、そんな感じで今回の動画は以上となります。この動画がためになったと思ってくれた方は高評価していただけると嬉しいです。また今後もためになるような動画をどんどんアップしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではご視聴いただきありがとうございました。